この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、中田選手の身体を考える動画はご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくていい。このチャンネルでは野球の楽しさを変な角度からお送りするぜ。面白かったらチャンネル登録してください。シーズン前半戦から噂される身体の話がある。ほうそれでそれで。広島カープの笹岡慎二監督の退任の話だ。少し早いと思うぜ、まだ就任2年目だろ。ただ、次の監督候補が面白い方々ばっかりだったので紹介したいと思う。まずは野村健次郎さんだ。1998年から15年連続 B クラスだったカープを、A クラス入りをさせ、現在の菊池選手などを育て上げた名監督だ。今、広島カープは若手だらけだから育成と強化が上手い監督は、広島ファンとしては待望でないか？そうだな。選手の育成には時間がかかるからな。続いては、小形浩一さんだ。広島のセリーグ3連覇に導いた監督だな。あんまりいい思い出がないぜ。広島と対戦が嫌だった記憶しかないぜ。そうだな。選手の起用や実績に関してはピカイチだ。ただ、続投要請を断ってたりするから就任するかは少し怪しいな。ただ記事になっているだけだからな。続いては黒田博樹さんだ。広島のハイパーレジェンドだぜ。采配能力や育成能力は未知数だが、3連覇の立役者の一人だな。メジャーでの考え方やメジャーリーガーのつてもあるだろうからチームカラーが変わりそうだぜ。広島カープとしては黒田監督は必ず実現させると思う。そして、金本智明さんだ。ぶっ飛んでるぜ。一応、OB ではあるけど広島ファンは許すのか？広島ファンは寛大だからな。微妙に許されている。金本監督は阪神時代は采配や育成に関して批判はあったが、選手を見る目は確かだと私は思う。確かにピッチャーに対する目は確かだぜ。ハルト君や桑原選手がそうだな。監督経験もあるから、反省を生かして頑張ってくれると思う。そして、最後に辛井さんだ。大丈夫なのか？私が解説聞いている限りだと納得できることが多いし、何よりも説明がわかりやすいから、育成は上手いと思うぞ。あと監督に就任したら打撃コーチは金本打撃コーチにするそうだから、そのあたりも含めて面白いと思う。金本打撃コーチは草。選手として愛された辛井さんだから監督としても愛されると思う。ただ采配面は未知数だ。そりゃそうよ。笹岡監督は実際批判もすごいがコロナや怪我などで選手の離脱が多いから仕方ない面の方が強いと思う。そうだな。運が悪いと思うし、いろいろ言われているが、まだシーズンは長いから一つは順位を上げて見返してほしいぜ。今後の進退はどうなるかはわからない。ただ、続報は要チェックだな。本日はここまでだ。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。